本日は予防健康管理と自立支援に軸足を移す新たな医療介護システムの構築に向けた取り組みについて実務家の方々のお話を伺います。医療介護における ICT やデータの活用は長い間思ったようには進んできませんでした。しかし技術が飛躍的に進歩したことでいよいよ現場で実現し始めています。2025年には団塊の世代が全員75歳以上となる。この山場を乗り越えるため国民一人一人が新しい技術を手軽に生活に取り込み自らの健康と真摯に向き合い健康寿命を伸ばせるようにしていきたいと思います。またその方向に向かってですね我々が努力を進めていかなければそれは財政的にもですね厳しいことになっていくわけであります。私は高かつてこの潰瘍性大腸炎という難病に苦しんでいただいておりますがおかげさまでいい薬が開発をされまして現在では十分に抑えられているわけなんですが新たな課題が発生いたしまして大変食欲が出てどうしてもいろんなものをどんどん食べると結果ですねそれまでは潰瘍性大腸炎とはなっても中学生の後半ぐらいからずっとそうだったもんですから内臓脂肪がとかですね体脂肪を気にするとかあるいはコレステロールという無縁な世界にいたんですけどもとうとうそれぞれですね気にせざるを得ないさらに上限値になっておりますまあそこで私もジムに通ったりですね、それぞれのその脂肪を抑えたりですね血糖値やコレステロールを抑える機能があるという青汁をそれぞれ何種類か飲んでいてまだこの結果が十分に出たらないわけですがしかしそこでですねもし私の運動量などの日々の情報あるいはこうした努力治療や検診の記録とともに医療関係者に共有されるようになればですね今よりももっと自分の状態にきめ細かくあった日常生活へのアドバイスが受けられるようになっていくのではないとこう思います。これまで健康を気にしなかった人でも自分の状態が全国平均より良いのか悪いのか肥満や肝機能など具体的に示されれば刺激を受けることとなると思います。経営者と店舗組合が連携して職場でこのような取り組みを実践すれば従業員が健康になり会社が支払う医療費の低下につながることが期待されるわけです。そこで、店舗組合ごとの、従業員の健康状態、医療費、健康への投資などを全国平均と比較して示し、経営者に通知し、関与を促す仕組みを作ります。こうした取り組みがすべての保険者に広がり、国民全体の健康づくりへの意識が高まっていくことを期待しています。病気になったとき、重症化を防ぎ、回復を早めるため、かかりつけ医による継続的な経過観察が大切であります。対面診療とオンラインでの遠隔診療を組み合わせれば、これを無理なく効果的に受けられるようになります。こうした新しい医療を次の診療報酬改定でしっかりと評価いたします。老化は避けられませんが日々の努力で介護状態になることを予防できます。一旦介護が必要になっても、本人が望む限りリハビリを行うことで改善できます。そうした先進的な取り組みも見ていきました。大量のデータを分析してどのような状態に対してどのような支援をすれば自立につながるのか明らかにします。そして効果のある自立支援の取り組みが報酬上評価される仕組みを確立させます。介護現場は深刻な人材不足で苦しんでいます。介護者の負担を軽減するロボットやセンサーの導入を介護報酬や人員配置基準などの制度で後押しをしてまいります。日本は少子高齢化に直面していますが技術の力でピンチをチャンスに変えていくことができます。先ほど財政面の話をさせていただきましたがこうした取り組みを進めていくことによってより人生においてですね
長い間健康で暮らせる期間が、これは達成できることになるわけです。人生をより豊かにすることが可能となってくるのではないかと思います。塩崎大臣や民間議員には本日これらを実現するためのご提案をいただきました。関係省庁との連携のもと直ちに施策を具体化して実行していただきたいと思います。